今日は絶好の電車日和。小岩鉄道はこの辺じゃ珍しいディーゼル車両だから音が特徴的なんだな。俺の名前は佐藤拓、22歳の電車オタクだ。今日は休みを利用してお気に入りの電車小岩線に乗りに来ている。小岩線はうちから近くにあるマイナーな電車。しかしローカル線特有の個性があり、マニアにもあまり知られていない穴場なのである。この時間なら乗客がほぼいないことはリサーチ済み。誰にも迷惑をかけず思う存分堪能するぞ。いや、使い込んだ手すり見るたびに味が深まっている。たまらん。よくわかんねえな。このローカル線に不釣り合いなヤンキーギャル、しかも可愛い。一体何が起きてるんだ。まあとりあえず撮るか。ただの旅行者か。いや違う、あのカメラは2420万画素、電子シャッター時は毎秒40コマ、走る電車も逃さないカノンの MS マーク2、撮り鉄御用達カメラじゃないか。間違いない、あの方は鉄道オタク、しかもかなりの。こんな感じか。あとはスマホでいいかな。まさか小岩鉄道に目をつけているオタクが私以外にいるなんて。なんとか情報共有したい。こんなチャンス逃すわけにはいかないぞ。ディーゼル車両は短い編成でも稼働できるからいいですよね。聞こえなかったかな。いやー、静かな無人駅にタッチ式の改札があるってエモいと思いません。そうか、パンタグラフが。うるせえ。もしかして君は乗り鉄？おい、聞こえねえのかよ。今話しかけんな、オタク。はい、申し訳ありません。まあいいか。何だったんだ。こうなったらあと6時間電車に揺られて嫌な記憶を消し去ろう。俺はこの日以降、調子に乗って他人に話しかけないことを心に決めた。それから1週間後。いやー、また来ちゃった。フリーターというかほぼニートの特権フル活用だな。今日も1両独り占め、気分いいな。珍しい、若い女性が乗ってくるなんて。ってこの間もあったか。いや、あの人は前に怒られたヤンキーギャル。あ、いた。まずい、とりあえずここはやり過ごそう。なんで隣に。また叱られる。何か悪いことしたかな。ねえ、ごめんなさい。なんでそっちが謝るんだよ。それは私のセリフ。この間は悪かった。それで突然で厚かましいお願いなんだけど、私に電車のこと教えてくれねえか。それはどういった了見でしょうか。電車好きな弟のために知識をつけたいんだ。何でも彼女は20歳の福田エミリさんといって、今はモデルの卵として雑誌などで活動しているらしい。そしてお願いというのが。弟が入院してて外に出られないから代わりにと思ってカメラ借りたんだけど、私が撮った写真が全然違うらしくて。そうだったんですか。先日は俺が急に話しかけたから怒らせてしまったかと。あの時スマホで音を録音してたからついうるさいって言っちゃったんだ。本当にごめん。なるほど、わかりますわかります。小岩鉄道の車両のきしむ音とか私も好きですから。当然うまく撮れてなかったんだけどさ。スマホだけだとなかなか難しいよね。最低でも風防付きマイクは必要でしょうな。なるほど、スマホじゃダメなんだ。あのさ、やっぱりお願いできないか。今日はお前を探しにここまで来たんだ。私に電車のことを詳しく教えてほしい。頼む。弟さんのために優しい素敵なお姉さんだな。同じ電車好きの弟さんのためにもここはなんとか力になりたい。私でよければ力になります。同じ電車オタクとして全力で弟さんを満足させられるように協力しましょう。とりあえず名前聞いてもいいか。こうして鉄道オタクの俺は通常出会うことのない種族の女性と連結することになったのだ。その後エミリさんから聞いた弟さんの情報をもとに、私がチョイスしたおすすめの電車やゆかりの地を一緒に回ることになった。
そして今日は約束した実地研修の日。今日はどんなとこに行くんだ？まずは聖地鉄道ミュージアムに行って基本的な知識を叩き込ませていただきます。しかしこんな綺麗な女性と二人きりで、これじゃデートと一緒じゃないか。いやそれは良くない。エミリさんは弟のために来てるだけであって勘違いしてはいかん。ちょっと何難しい顔してんだよ。ていうか混んできてない？確かに近くで信号機故障でもあったかな。いやこれは目動き取れない。ごめんなさい、俺も動けなくて。触れちゃってますよね。気にすんなよ、そっちこそくっついて嫌じゃないか。俺は全然、自分を地蔵だと思って無の境地に行きます。よくわかんないけど嫌じゃないならよかった。エミリさんと超近距離。ダメだ、変な想像を抑えないと。私は地蔵、煩悩に打ち勝つんだ。浮いて潰れそう。いやしかしさすがにこの混み具合は女性には厳しいか。致し方ない。エミリさんちょっとすみません。これでいかがでしょう？あ、お前意外とたくましいんだな。女性を守るのは男の役目だって動画で見ました。へえ、頼りになるな。え、何か言いました？押さないで。なんでもない、ちゃんと守って。それからも俺とエミリさんは各地の駅や電車、それにまつわる名所を巡った。いつの間にかエミリさんとの距離が縮まっているような気がしないでもない。たーく、遅いんだよ、急がないと乗り遅れるぞ。ごめんなさい、走るのは苦手で。もうしょうがないな、ちょっと休憩しようぜ。そんなに甘くないか。疲れました。あのさ、伝わってないかもだけど、私これでも結構感謝してるんだぞ。え、何ですか急に？いや、ちゃんと言っておこうと思って。タクはさ、優しいよな。何の得もないのに私たち兄弟のために走り回ってくれて。そんなことないです。エミリさんこそ弟さんのためとはいえ自分を犠牲にするなんてなかなかできることじゃないです。私はちょっと訳ありだからさ。というと？私実は元ヤンでさ、家族に迷惑かけっぱなしだったから弟ともそこまでうまくいってないんだ。それでどうにか元の仲良しに戻りたくって電車のこと勉強してるわけ。そうだったんですか。それでもやっぱりエミリさんは優しくて素敵なお姉さんです。あんま褒めんなよ、慣れてないんだから。そういうの照れる。エミリさん可愛いですね。だもう急にどうしたんですか？ちょっと寒くなっただけだ。とはいえこの距離は俺の心臓が、それにいろいろと当たって。私さ、タクのことすごい信頼してるからな。だからもっといろいろ教えてくれよ。はい。それからも俺たちは様々な場所に足を運んだ。そんなある日のこと、俺たちは地方のローカル線を見に来ていた。しかし急な悪天候で交通がストップしたため近くにあった旅館に飛び込んだのだが、一部屋しか空いてない。この嵐でお客様が帰れなくなったようでして。私はタクトなら一緒でいいよ、節約にもなるだろう。本当にいいのか？もちろん俺から断る理由もなく。なんか暑いな。そうですね。あ、お風呂入ってくれば？だ、そうします。まずい、何を喋ればいいんだ。部屋には若い男女が二人きり、することといえばダメだ、経験がなさすぎてどうすればいいかわからない。電車の形式なら全部暗記してるのに、とにかくお風呂でさっぱりしよう。10分後。なあ、さっぱりした。エミリさんも大浴場。え、遅いぞ。おたく、寂しいだろう。わあ、出来上がってますね。何ぼーっとしてんだよ、早く入って。一緒に飲むぞ。いや俺は。ブー、そんなのダメだぞ。ちょっと捕まえた。
ぐぐ。なんで逃げるんだよ。私は不満か。せっかく今日は初めてのお泊まりなんだから楽しく過ごそうよ。あれ、ちょっとしっかりしろって。大丈夫？どこかぶつけた？いや、刺激が強すぎて耐えられません。こうして初めてのお泊まりは脱線して終わりを迎えた。それから数日後。今日は私がエスコートするからな。いつものお礼だ。そんなに気を使わなくても。で、すごいですね。さすが若者の街として有名な場所。外なのに満員電車みたいな人だかり。たくもまだ若者だろ。たまにはいつもと違う経験しなきゃ。それからしばらく若者の街を堪能し、そろそろ緑の窓口が恋しくなってきました。ほら、そんなこと言うなよ。私と一緒じゃ楽しくないのか。そんなことはないですけど。あれ、エミリちゃん、やっと見つけたよ。最近連絡くれないから心配したんだぞ。すぎる先輩、私から連絡したことなんてないですけど。相変わらずテレ屋さんだな。早く素直になればいいのに。たく、この人、ウキのすぎるさん、仕事の先輩だよ。おいおい、俺たちの関係はそれ以上だろ。変なこと言うのやめてください。たく、気にするな。かっこよくておしゃれで自信満々って感じですごいな。なあ、なんだお前、この街に不釣り合いすぎて視界に入らなかったよ。あ、いや、俺は。さては、最近エミリちゃんにまとわりついている男ってのは貴様だな。しかし、どこの惑星から来たんだ。早く帰った方がいいぞ。この人の言う通りだ。俺は何調子に乗ってたんだ。そもそも俺とエミリさんは種族が違う。ちょっと一緒にいたからって何勘違いして。恥ずかしい。そろそろ限定販売のトレインフィギュア買いに行かないと。タク！じゃあエミリさん、俺はここで。はいはい、エミリちゃんは俺に任せろ。そうだ、パパにお願いして有名雑誌の表紙でもやっちゃう。なんとも情けない話だが、この日を境に俺はエミリさんを避けた。エミリさんから何度も会いたいと連絡はあったが、限定の鉄道イベントを言い訳にして断ってしまった。エミリさんと会わなくなって何日経っただろう。あんなに輝いて見えた電車の写真、今は心が躍らない。俺はエミリさんから逃げたんじゃない、自分の弱い心から逃げたんだ。エミリさんだ。お願い、これで最後だから。明日小岩鉄道に来て、伝えたいことがある。このままじゃダメだ。これ以上逃げたら電車も自分も嫌いになってしまうぞ。よし。翌日。ドキドキする。久しぶりに会うからな。おい、なんでここにいるんだよ。つけてきたのか。エミリさんの声って、あれは。おいおい、いい加減素直になれよ。俺が付き合ってやるって言ってるんだぞ。誰があんたなんかと。私好きな人いるし、とにかくあっち行けよ。エミリさん、タク、来てくれたんだな。もちろんです。それよりこれは一体。最近スギルさんがずっとつきまとってきてさ、それで今日も。ひどい言いようだな。エミリちゃんには俺がふさわしいから一緒にいてあげようって言ってるだけだろ。お前はこの前のオタクか。また俺とエミリちゃんの邪魔しに来たのかよ。相変わらず個性的なファッションしてるな。見るからに電車オタク。電車なんてただの移動手段じゃねえか。エミリちゃんもこんなやつとつるむなんて金でももらってんじゃないか。そんなんじゃねえ。タクのこと何も知らないくせに好きかって言うな。いやあ、すっかり毒されちゃって。そんなやつの近くにいるとエミリちゃんまでダサくなっちゃうよ。ほら、こっちに来いよ。やめろ。何すんだよ。俺のことは何を言っても構わない。だけど電車をけなすのとエミリさんを悲しませるやつは許さない。
ふざけんな。オタク野郎に負けるわけがねえだろ。話せよ。ダメだ。約束しろ。エミリさんに二度と近づくな。いや、お前化け物かよ。普通の握力してんだ。握力は80キロ以上。リンゴも粉砕できる力だ。大学時代は相撲部で精進したからな。どうする？このままお前の腕もリンゴみたいにするか。謝るから。悪かった。もうエミリちゃんにも近寄らないから。腕が。大げさだな。2割くらいの力だよ。すごい、タクって強かったんだ。そんなこと、ちょっとした大会で優勝するくらいだから。ちくしょう、覚えとけよ。パパは芸能界の有力者なんだからな。言いつけてお前らメタメタにしてやる。どうぞご自由に。いいの？仕事に支障が出るんじゃ。いいの、あんなやつに従うくらいなら干された方がマシだって。そんなことより来てくれたんだな。もう会えないかと思ってたよ。今までごめんなさい。俺もう逃げません。自分からもエミリさんからも。私ももう離さないぞ。これからタクとずっと一緒にいたい。それって？だから私と付き合ってほしいって言ってんだ。何回も言わせるなよ。俺もエミリさんが好きだ。彼女になってほしい。本当に？私てっきり嫌われたと思ってたんだぞ。今まで寂しい思いをさせてごめん。許してほしかったらもう一回好きって言え。好きです。もっと大きな声で。好きです。大好きです。よし、許す。ただしこれから毎日好きって言えよ。それは電車の乗り換え間違えるより恥ずかしい。翌日、スギルがエミリさんを強引に誘う様子がネットニュースになった。どうやら親が有力者で素行の悪かったスギルはずっと記者にマークされていたらしい。その後、彼はモデルを廃業し親からも感動されたそうだ。どいつもこいつも綺麗に着飾りやがって。それからエミリさんと弟さんの関係もかなり改善したらしく、俺も会うことになった。会いたかったです、先生。先生、お姉ちゃんを鉄オタに変えるなんて一生ついていきます。なんか勝手に鉄オタにされてるし。そして俺たちの関係はというと、お付き合いの記念としてエミリさんにおねだりされたが、まさか寝台列車なんて。さすが人気の寝台列車。2両だけモーターがついてるモハネだから動力音が静かだな。え、モハネってそんな専門用語いつの間に。ちなみに583系時代は全車両ないし3分の2がモハネだったの知ってる？285系寝台列車はあったかい印象の外観と色使いがたまんないな。ちょっとエミリさん、今日はお泊まりデートなんだし電車の話は少し抑えてね。ほら、もうすぐ車両の切り離しタイムが始まるから私見てくる。ちょっと行っちゃうんですか？彼女が電車好きなのは理想だけど、あんまり好きすぎるのも困るな。でも今日くらいは電車より俺を見てほしいのに。聞いちゃった？エミリさん、なんで連結見に行ったんじゃ。いつもタクは私より電車第一だからちょっと仕返ししてみた。でも可愛いな、電車に言う気持ち焼いちゃって。そんなじゃないけど。けど？なーに？言ってみて。今日くらいはお互いのことをもっと知る時間にしたかったというか。もう素直じゃないな。一緒にイチャイチャしたいってことだろ。はい、そうです。素直でよろしい。今夜はゆっくり楽しむぞ。ほら、寒いからもっと連結しよ。電車用語は一旦禁止してください。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。